山口の立議は、戦国時代の武将。小田氏、今川氏の家臣。尾張国なるみ上主。山口氏は、相国大内氏の一族と言われる。桜中村上主、山口凶暴の子として誕生。尾張笠寺付近の土豪であったと見られ、永正6年12月20日付の文書で、笠寺の笠福寺に奉納していたことが確認できる。織田信秀に従い。 小豆坂の戦いでは当時駿河国、東東海国、三河国を勢力下に収める大名であった今川義元配下の軍勢と戦って先行を上げる。しかし、年次は不明ながら、信秀と義元を仲介して、両者を一時的に和睦に導いてもいる。信秀に徴用され、三河との国境の用地である、鳴海城を任され、終わり南東部の備えとなっていたが、 信秀の死後、この信長の代になると、小田氏から離反して、今川氏に寝返り、鳴海城を、古、京吉に守らせ、笠寺に砦出を構えて、岡部元信などの駿河勢を引き入れて、自らは中村に立てこもった。京吉はここで出陣してきた信長と戦い、引き分けている。京次は、小田方の大高城、靴掛け城を調略を用いち出ししたが、 その後するがへ呼び寄せられ親子ともども切腹させられた。山口不死の殺害は、信長の調略ともされる。なお、似たような経緯で、終わりこぶ上主、戸部正直も死に追いやられており、共通次と同一人物と見る向きもある。ありがとうございます。